今回はちょっと、この照明、クレアについているメインの照明です。こちらの、いつもこれ明るすぎて目が痛いなと思うぐらいなんで、調光できるという部品がありまして、それをつけていこうと思います。私は全くの素人なんで、ちゃんとつけれるかどうか、見てください。じゃあやってみます。まずこの電気を外すんかな。あ、ちゃうわ。まず、Amazon から届いたこれを開封してみます。これかな。ナイフいるんかな。あ、ちゃうわ。これ、ここだ。あ、これ、これが、LED の調光器みたいです、開けてみます。値段は何ぼやったかな。700円ぐらいです、適当ですけど、まあ安いで、これです。これをつけると、これリモコンも、ついてるみたいで、あれ、全く日本語の説明書はないです。まあ、とりあえず、やっていきます。で、今ですけど、ちょっと上に移します。ちょっと眩しいですけど。いちいちこのスイッチ、これを押して、ここ押して、オンオフするんですが、これをつけると、こちらの方でオンオフできるみたいなんで、まあ、便利だと思います。で、調光は、これかな。これでプラスマイナス。100%、50%、25%。これで、明るさが変えれると思います。はい。じゃあ、こいつを外していきましょう。はい。じゃあ、ちょっと危ないんで、これ、電気消します。ちょっと横の電気つけ。ちょっと照明つけまして、これは
これは横へスライドさすのかな。これは外れてます。ここはビスで止まってます。テープとこっちも、ね、ここは2箇所止まってます。これを外したらこれがずれるということです。はい、ふるはくんも手伝いに来ました。はい、ちょっとこれで、これで外したいと思います。ここに、さっきの部品をこうかな。この向き LED がこっちと、でここにこの向きで線をここへつなぎ込みます。はい、それだけでいけるはずです。ちょっとここのつなぐがないんで、ちょっと今から買ってきます。はい、はい、奥にこういうのついてましたんで、こっから抜けると思います。外してみます。やっと外れました。今からの調光器をつないでいきたいと思います。何分あんまり道具がないんで、ちょっとやっていきます。はい、早送りします。ようやくセット完了しました。ちょっと今から、テストしてみます。はい、仮に取り付けて、この調光、
これがリモコンなんですけど、これで調整したいと思います。仮にちょっとぶら下げるだけぶら下げます。はい、ここでちょっと説明しておきます。実はちょっとさっきやってたやつが、接触不良でつかなかったんで、直結しました。これ線つないでちょっとハンダ付けして止めてます。で、注意点がこれわかるかな、近すぎ、こっちが、映るかな、 LED って書いてる方が LED 本体の方になります。で、反対側が、電気送ってくる側になります。これ間違えないように、それと、マイナスプラスを間違えないようにしてください。じゃあ今から、実験してみます。とりあえずはつくかつかないかを確認します。これでとりあえずセット OK です。で、電気つけてみま、あ、これちゃうか、こっちや、スイッチを押します。さあ、あ、つきました。はい、これで、一応電気は通りました。で、あとはこれで、50%、ちょっと半分の電、はい、これが50 25%、これは大きく3つに取り替えできます、調光できます。で、これ何、これモード、スピード、これ何やろ、ちょっとこれが 100% モードを押してみます。ん？何これ、消えた、あ、なんかしょぼしょぼしてます。ん？もう一回、うわ、フラッシュ、フラッシュ、え、これ何、あれ、あ、なんかあれ、あ、戻った。先のは、こっち側の下側はちょっと照明にはいらない、なんか点滅とかそんなになります。で、楽なのはここでスイッチボタンを押すと消えると、はい、つくと 50%、20%、はい、これで、今まで眩しかったのがなくなると思います。で、線を今から、復旧して、天井につけたいと思います。はい、はい、完了しました。もう一度、電源を 50%、 光量を 50% で、25%、 はい、これで、これで、眩しいの、眩しい照明とおさらばします。
ちょっとね、これ明るすぎるっていうのもありまして、これぐらいかな、これぐらいにしたらちょっとニャンニャンしてます。はいはい、これで、照明、室内灯の、調光器の取り付け完了しました。はい、一応、改造費用としてかかったのは、なんぼかな、1000円以内でできます。はい、じゃあ皆さんも試してください。じゃあまた。はい、もう一回つけよう。ん、これ、ん、なんかこんな、こんなんいらんし。はい、完了しました。